スモアスモアはアメリカ合衆国を呼びカナダで伝統的な夜間キャンプファイヤーで人気のデザートで焼いたマシュマロとチョコレートの層を2枚のグラハムクラッカーで挟んで作るスモアは英語の語句サムモアの宿泊系であるこのデザートの起源は不明だが1927年のトランピングトレーリングウィズザがあるスコーツに最初の記述があるガールスカウトが最初に スモアを作ったかは定かでないが、これより古い主張は見られない。名前がいつ省略されたか不明であるが、少なくとも1971年までの様々なガールスカウトの文献にはサムモアのレシピがある。スモアはキャンプのレクリエーションにつきものであり、この単純なデザートの楽しみはその準備段階にもある。マシュマロを串に刺して中が柔らかくなり溶けてくるまでキャンプファイヤーで焼く。 この熱したマシュマロを素早く2枚のグラハムクラッカーに挟んで串を抜くが、このクラッカーの1枚にはチョコレートを乗せておく。マッシュマロの熱でチョコレートの一部が溶ける状態が理想的である。あるいは出来上がったスモア全体を調理してチョコレートが溶けるようにすることもある。グラハムクラッカーとチョコレートを温めることでチョコレートを溶けやすくできる。ピーナッツバターを加えることもある。 このように、スモアを作る方法は、アメリカ合衆国で非常に普及しており、スーパーマーケットで、夏の数ヶ月間、グラハムクラッカー、マシュマロ、特大の板チョコを同じ売り場に陳列することが多々ある、ほどである。近年は、室内用固形燃料スターの月のスモア一式が、販売されている。ハーシー社製スモアの断面スモアの派生物として、グラハムクラッカー、チョコレート、 マシュマロが材料の様々な菓子が販売されているが必ずしも熱せられず伝統的なスモアの形でもない。ハーシーのスモアは右の写真の形状である。ポップタルトにはスモア味がある。ありがとうございます。